my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working night. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got 40秒でしたっしゃ。ありがとう。はい、こんにちは。渋谷の GBL 宮下パーク店が久しぶりにね、再オープンしたので早速行ってきました。4月のね、25日だったかな、緊急事態宣言が発出されて、その影響でね、長いこと閉まってたんですけど、5月の19日にね、突如再オープンが決定したので、お買い物に行ってきました。それではその購入品をご紹介します。綺麗に剥がれないから切っちゃうか。よいしょ。はい。よいしょ。袋の中にまた袋。今回はね、そんなにたくさん買わなかったんですけどね。実は、宮下パーク店がこんなすぐオープンすると思わなくって、つい最近ね、どんぐり共和国の空の上店でね、お買い物をしちゃってたので、今回の渋谷店ではそんなにたくさんは買わなかったんですよ。まず一つ目はこちら。じゃじゃーん。はい。これはステッカーですね。GBL の渋谷店限定で発売されている顔なしのステッカーです。このステッカーっていうのね、8種類だったかな、発売されてるんですけど、全部渋谷店限定のやつなんですよ。で、その中の顔なしを買ってきました。まだ1枚も持ってなかったのでね、なんか1枚ぐらい欲しいなと思って。はい、そして次の購入品はこちら。じゃじゃん。オウムのコンチョですね。髪を束ねたりするときに使うコンチョっていうやつで、このオウムのこの赤い目バージョンっていうのはこれ渋谷店限定なんですよ。それでまあこれ髪をね、束ねるコンチョなんですけど、まあ僕が髪を束ねるわけではないんで、これは、まあ腕に巻いてね、ブレスレットみたいにしたり、あとまあスカーフとかを束ねるために使おうかなと思ってます。まあ腕に巻いてもいいですよね。よいしょ。よいしょ。オウムの赤い目バージョン。まあ腕に巻くとまあこんな感じで、ブレスレットみたいにもできますし、まあ手帳を束ねるね、バンドにしてもいいですしね。はい、そして続いては三つ目はこちら。じゃん。はい、これちょっと何か見えないかもしれないですけど、手ぬぐいですね。たぬき合戦ポンポコの手ぬぐい。これも宮下パーク限定の手ぬぐいなんですよ。これ色違いはね、どんぐり共和国のあの、空の上店でも売ってるんですけど、このカラーは宮下パーク渋谷店でしか売ってません。猫の福助。平成たぬき合戦ポンポコで、妖怪大作戦かなんかでね、登場した猫福助ですね。GBL リミテッドエディションって入ってますね。猫福助の手ぬぐいでした。はい、そして次が、ラスト。ラストのお買い物はこちら。じゃん。GBL のオウムの T シャツです。赤色バージョン。この赤色っていうのも GBL の宮下パーク限定なんですね。他のお店で売ってんのはこの青色バージョンなんですよ。これ青いバージョンもいいんですけど、まあ赤いのがね、限定ってところにちょっと惹かれて買ってしまいました。青いのももしかしたら買うかもしれません。まあいいですよね。はい、以上4点が今回宮下パークで買ってきた GBL グッズでした。はい、それで先ほど言ったように、今回はね、宮下パークがこんなにすぐにオープンすると思わなくて、先にね、どんぐり共和国空の上店でね、結構お買い物をしちゃったんですね。だもんで、そちらの商品もご紹介します。はい、こちらですね、どんぐり共和国っていう、この袋で届きました。はい、それではこちらに何が入っているかというと、じゃじゃん！海が聞こえるの T シャツを買いました。武藤理香子ですね、これは。
まさかこれ GBL の T シャツで海が聞こえるがね出ると思わなくてね、もうこれは絶対買おうと思ってて、できればね渋谷店でね直接買いたかったんですけど、まあ当分オープンしないだろうと思ってたので、もう6月までは無理かなと思ってたんで、もうどんぐり共和国空の上店でね注文しちゃってたんですよね。それでこれ L を買ったんですけど、普段ね僕 M を着てるんですけど、ちょっとまあオーバーサイズでねゆったりめに着ようかなと思って L にしたんですけど、でも思ったよりちょっとでかいかなっていう気がしましたね。吉祥寺駅で森崎拓と再会した時の武藤理香子ですね。この GBL のイラストってちょっとアメコミ風になってるじゃないですか。この武藤理香子のキャラとアメコミのね画風っていうのがちょっと合わないなっていう気がしたんですけど、まあそんな贅沢は言えないので購入しました。あ、それでこれバックプリントが結構良かったんですよね。バックプリントはこちらです。お風呂で寝る人の森崎拓です。このバックプリントをフロントにでっかく持ってきても面白いかなっていう気がしたんですけどね。いいですね、海が聞こえる。数少ない海が聞こえるグッズの一つですよ、これが。はい、そして空の上店で購入したのはまだあって、それがこちらです。じゃじゃーんと、これ何が入ってるかちょっと分かりにくいので開けます。布がいっぱい入ってるんですけど、よいしょ。じゃあまずこの上のから行こうかな。まあこれはミニタオルですね。このミニタオルっていうのはインディゴ染めっていうんですかね。まあこれ全部ブルーなんですけど、最近ねちょっと藍染めの服にハマっていて、まあちょっと色を合わせるのにねいいかなと思って、インディゴカラーのミニタオルを3つ買いました。この3つっていうのは、これ書いてあるかな、商品説明はそんなに書いてないかな。デニムと同じインディゴ染めのタオルですっていう風には書いてありますね。まあこれ、まあ見ての通りインディゴカラーのタオルなんですけど、これはどんぐり共和国空の上店でしか売ってない商品なんですよ。もう GBL でもどんぐり共和国の実店舗では売ってないんですよ。ネット販売でしかしていません。それでまあ3つ販売されていたので、まあこれねいくつあっても困るもんではないので、3つ全て買いました。それでこれカラーはインディゴタオルの、これはブルーですね。ブルーっていうタイプのカラーです。それでこっちがヴィンテージですね。ヴィンテージっていうカラーです。ブルーよりちょっと濃い感じ。それで一番濃いこちらがネイビーですね。ネイビーカラー。まあ、ちょっとねここら辺のカラーは藍染めの服と合うかなと思って、いいかなと思って購入しました。はい、そして最後がこちら。またこれもブルーなんですけど、まあこれも洋服と合うかなと思って購入しました。これはまあもののけ姫のバンダナですね。ここに描かれているのがヤックルと小玉。ヤックルいいですね、可愛いですね。おしゃれですよねこれね。森に住む小玉たちで、ここにはモロもいます。こっちは獅子神様、そしておっこと主と。まあ、このバンダナは、まあ、藍染めのね、洋服と合わせて、まあ、首にでも巻こうかなと思って購入しました。このバンダナのシリーズはね、他にもね、あと3種類だったかな、発売されてて、全部で4種類あるんですけど、全部おしゃれですね。まあ、今回は、もののけ姫のだけ買いました。まあ、このカラーが良かったんでね。はい、それでは最後に、じゃあ、この、買ってきた洋服をね、着てね、これでお別れにしましょうか。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。